100円の英語講座。本日はですね、ソラ佐々木さんからのリクエストで、アメリカで使える日本語ありますか？日本のみんなこれ知らないでしょう的なのを熱望って書いてあるんですけども、これもね、いろいろあると思うんですよ。でも一個ね、ちょっと面白いのがあって、それを今日は紹介したいんですけども、日本人の人ってよくあっそうって言うじゃないですか。これ何も考えずにね、大人も子供も使ってますけど、これ外人の方が聞くとね、えって顔するんですよ。なんでかわかります？ちょっと考えてみたらわかるかもしれないんですけども、まあ、ちょっと下ネタになっちゃうんですけど、アスホールに聞こえるんですよ。アッソって発音的にね、アスホールに聞こえるんですよね。アスホールっていうのが何かわからない方は言いますけども、ケツの穴って意味になるんですよ。だからね、その昔ね、知り合いの子供が学校に行ってて、日本人の子たちとなんか話してて、あっそうって言ったのをたまたま外人の先生が聞いてて、すごいびっくりしたっていうエピソードがありましたけどね。だから気軽にアメリカの空港とかでね、そういう言葉は使わない方がいいかもしれないですね。外人にびっくりされちゃうかもしれません。ということで、あっそうはアメリカではアスホールと勘違いされるという雑学でした。